して、これがその、まあ、先ほどお話をしたことをより、まあ、実際にその、まあその道に携わっている方からいろいろな話を伺う、まあ、ところですけれども、まずあの、まあ、今更ということもありますけれども、お二人の簡単なあのプロフィールについて、京都国立近代美術館の松原雄一さんからあの話を伺いたいと思いますので、ちょっとお願いします。突然ちょっとあれなんですが、京都 の国立近代美術館で同じ掛けに参加させていただきました松原と申します。で本日はその芸能の話ということで、まあ、ちょっと特別コースということで15代の楽吉左衛門先生と今後流の宗家であられます今後久山先生にご登場をお願いするんですが、今ちょうどですねロシアの方の今はモスクワなんですけれども、プーシキン美術館というところで、ラクの450年間をこう外観する大きな、まあ、展覧会をしてまして、でラク先生、今は、まあ、ご一緒に展示のご指導やいろんな講演会とかやっていただきまして、まあ、ご一緒させていただいてますね。で、金剛先生もまあ、お願いして、ロシアで、まあ、モスクワと、そのモスクワの前にサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館でどこでもそのラクみたいなのを やったんですけれども、その折に農公園の方を、コンゴリウムの農公園をお願いいたしまして、かなり無理な日程のところをお願いしたんですけれども、非常にモスクワの本格的なのっていう、モスクワ のサンクトペテルブルクもそうなんですが、本格的なのっていうのが、なかなかやられてなかったこともありまして、非常に評判に なりまして、現在もなんかいろんな雑誌とかにもモスクワで載ったりとか、まあ、テレビに出たりとかっていろんなことがなされております。で、まあ、本日そのどういうお話にこう進むかなんですけれども、まあ、両先生方も何百年もずっと続くそういう世界で、まあ、東大ということで今現在もやられてますので今日 のトークセッション、まあ、非常に楽しみだと思いますのでご清聴をお願いいたします。まあ、簡単に説明させていただきました。ありがとうございました。それでは2人の先生前の方によろしくお願いいたします。インタビューということですけども、金沢の森先生と私が、インタビューを参加させていただきますので、お二人からいろいろなお話を伺えればと思います。それでは先ほどちょっと森先生と打ち合わせをして、いくつか質問事項がありますので、それを少しこちらからお尋ねすることで、話を進めていき、その後、まあ、こういう貴重な機会ですから会場の方からも少しご質問があれば、ご質問をいただくということでお話を進めさせていただきたいと思います。それでは先ほどお話しさせていただいたときにちょっと質問もあまり強調しなかったので、もう少しちょっとお話をして質問をさせていただきますけれども、その、まあ、そのチャネルであったり能っていうものであったりするものがその、まあ、最初にこう登場してくるときのことを、まあまあ、我々はその美術だとか芸術の歴史でこう語っているので、その今となっているとそれはもう500年前のことですから随分昔の話、それからもうずっと長い間続
室町時代の人にとってはその、まあ、例えばその千利休がやろうとしたことなんかまさにそうだと思うんですけれども、その世の中全体にその行われているその金物なその喫茶のやり方を、まあ、ある意味こう変えちゃうということで、そのまあ楽さんの茶を作るとかいうようなことをするわけですよね。でそれはそうすると今の社会に置かれていると、まあ言ってみればそのコンテンポラリーアートのようなことになるわけなので、でその時代にとってはおそらくものすごく斬新なことをすることで、まあ歴史っていいますか芸術歴史の中に合わせていくんだと思うんですよね。でだけれどもそれからは、まあ、今現在作られている方や演じられている方からするともうあるか昔の方もやったことになるわけなので、そのそういうふうにこう本当に昔から続いているっていうことと、その昔にやられていることがその今現在 の、 皆さんがやってらっしゃることと同じように、その時代に向かって新しいことをするっていうことで、まあ、創作をされていたことになるわけなので、その時代 の、 そのそういう新しさみたいなことっていうのは今現在やってらっしゃる方からすると、その続いてきたっていうことと、その時代に新しかったっていうことの兼ね合いっていいますか、その比重みたいなことはどんなふうに受け取ってらっしゃるんですかねっていうことを、まあ、最初にお聞きしたいなと思ったんですけど。そうですね、まあ、脳ができたのは大体650年前の前代と言われてますね。あそこで、まあ、確かに新しい芸能としての頑張りてきております。まあ、その時にやってられた脳が今その魔法ないことやってるかというと、これは全然違うと思います。でもね、その作られる時のその演劇としてのその、なんていうんですか、思想ですかね。その現在ものの芝居をするんではなくて、幽霊が出てきてその昔の時代に戻ったり、それはそのまま来てるんですけれども、まあ、演じ方としては例えば今明日は私はのを舞うんですけども、その脳についてもその、まあ、誰それの方誰それの方とかいうような形で片付けがいくつかのことですね。まあ、それが全部がやったその刀が残っているかというと分からないので多分ちゃうと思うんですよね。それよりもずっと後の江戸時代頃の誰それがやって評判の良かった刀があって、またそれと違う 刀があって、そういう、まあ、いくつかの片付けの中からまあ、これが今後流としては一番ベストという片付けが一つありましてね、まあ、それで演じるわけですから、その片付けを見て、まあまあ、なおかつその片付けの読み方というのは人によってちょっと違うと、それぞれ役者によってその片付けの読み方は違うと思いますので、ね、そこでまた違いがまた出てくるでしょうし、その片付け通り待っていながらその肩をちょっとずらしたりすることはやっぱり自分の感覚でありますので、ね、まあ現所の絵物と今の私が舞う人とは全然違うんだと思いますが、作られているその曲に対する思想というか、それはつながっていますね。だから舞台に出てくる形が違っても、その曲の核になる思想が残っているというふうに思っていただいたらいいんだと思います。今、利休が花山時代に出てきて、その時は確かにコンテンポラリーというか、非常にアバンガルドな性格を持っていた。で、そのために、ある意味では非常に社会と摩擦を起こしたし、最終的にはまあそういうことも踏まえて、おそらく利休は切腹というか、自死にしたい。のだと思います。ですからそういう意味では物をその生み出していく時っていうのは確実にその、ある部分その何て言うんですか、その旧そのやっぱアバンギャルドっていうのか、その旧の価値体系っていうものは確
実にそこでその壊していくっていう部分が必ずそこに含まれている。それは意識する部分もあれば、意識無意識のうちにそういう形になって時代の中で流れている部分もあると思うんですね。だから自分はやっぱりいつもそのやっぱり旧、まあ、落焼きの人の歴史というか一つの価値観の今ここ先生がおっしゃったように、その変わらないものと変わるものって変わらないものの中にやっぱりその中核をなすのは何といってもその長寿なんですね。で利休の詫びの茶碗作ったというふうに言われている長寿の茶碗で、その長寿の茶碗を見ていくと、例えばまあ本当にこの前の近代美術館の、冊子に書いてある ところなんですけども、例えばマルセル・デュシャンの便器を、退治できるものは長寿の茶碗、これ茶碗だっていうふうに書いたんですけど、そういうような意味を持っているもので、そういう意味で非常に自分は、まあ、今長寿という一つの根幹みたいなものをやっぱ引き受けようとしているんですけども、ただそれが現象的にじゃあ長寿の形をそのまま、あの姿とか容姿だとかそういった目で見える形をそのままその引き受けるということとはまた全然別のことだろうと思うんですね。じゃああなたが引き受け、それだけ熱く語って、自分思い描かれその長寿茶碗とあなたが作ったものを比べれたら全然違うじゃないですか、水と油みたいなものになるんじゃないですかって言われた時に、じゃあそれでも自分の中ではつながっているという考えられるものがあるんですね。それは現象を超えているものだろうと思うんですね。その現象を超えたものの中に非常にアバンギャルドなその精神性というか、私アバンギャルドな欲求です、むしろね、精神性というそういう尊いものじゃなくて欲求みたいなものですね。そういうものがこうある。それをなくしてしまったら多分ダメ、まあ、そうそう、なんか力をなくしたものになってしまうと思うんですね。そういう意味で落歴代、自分で15代になるんですけど、そのずっと15代の歴代それぞれの時代を生きたその、人が歴代がいるんですけれども、やっぱり時代の中でこう流れ、本当の話に流された人もいる。でその人の人生においてその人の作ったものを作品において本当の話に時代の中で流れていった人もいるし、あるいはその時代の中で非常に時代を明確に捉えながら、長寿郎をしっかり捕まえて、なおかつ長寿郎とは違った自分の作品というのか、それを西洋的な概念で個性って言ってしまえば、それはちょっと違うような気もするんですけど、つまりその違った長寿郎感を持って、自分の作品を作ったっていう人も、やっぱりその長い400年の流れの中にはやっぱりポッポッポッってこう現れてるんですね。まあ、そういうこうなんていうかこう流れで、しかもそのそういう人たち、流された人も時代の中でこう際立った人も通じてこうやっぱりこう なんていうか流れ変わらないのやっぱあるような気がしますね。ありがとうございます。もうちょっとその流れ続けたいんですけれども、まあ、今スーツとお二人ともそういう長いその伝統というか先人の仕事があった上で今の自分がやっているっていう、まあ、お話をされて、そこの中に、まあ、例えば精神性だったり個人性であったりということが出てきたと思うんですけれども、いわゆる近代芸術の考え方でいくと、おそらくその一人の芸術家と全世界というようなその個性の捉え方をすると思うんですね。でその今お二人が語られたことはそうではなくて、まあ、例えばその今後流であったりそのラッケというような、言ってみれば一つの枠がとりあえずはあって、その枠の中でその自分がその、まあ、先人でやったことに対してどうなのか、で例えばここにそのある古い方があって、その方を、まあ、まあ踏襲しようとはしているけれども、それと同じになることが別に価値ではなく、その演じる人のその言ってみれば、まあ、今の言葉で言うところの個性というようなものがもちろんやっぱり発揮
されることによってより良い前に多分なんていうことそういう感じづけだと思うんですよね。だからそのいわゆるその近代芸術から言うとそれはなんか君たちに狭い世界のことを語っているんじゃないかと言われかねないようなことなんですけれども、そのことは、まあ、先ほど僕もちょっと語って直接語ったんですけれども、一般論から言えば言ってみれば不自由な方向に自分を行くようなことになるんですけれども、実際にやっておられる方からするとそこがどうなのか、もしかすると僕はやっぱりそこのところにある意味本当の意味でもその自分が突き詰めたいものはより一層そういうシチュエーションの方がまあ、日本人的に言えば達成可能なものになっていくようなちょっと気がしてたんですけども、それはあくまでも僕みたいな2人人間がなんとなく想像しているお話であって、実際にやっていらっしゃる方に聞いたわけではないので、ちょっといい機会なのでぜひそのあたりを教えていただきたいんですけれども、どうでしょう。もし明日のそのエリートについて話するなら、私、まあ、3回目か4回目なんですけどね、コロナが。で、まあ、一番最初は、まあ、父に教えてもらって、わかりました。ちゃんと肩も一緒にしてもらい、舞台も習い。まあ、その時はやはり、まあ、父に教えてもらってますから、まあ、父も講義に出てたと思いますし、まあその習ったことをなぞるような感じのものを待ったと思いますね、その友人はね。でその後、父が亡くなりまして、待って、何とか待っておりますよね、友人は。まあ、その教えてくれた人がいなくなったからでもないでしょう。やっぱり、ね、そこで、その2回目、3回目の時にやっぱり自分なりの友人に対するものに、対するそう思いというのを入れた前より待っていると思いますね。ですからやっぱりそのなんていうんでしょう、親がいたからということもなく、やっぱり経験するその舞台を積む経験でやっぱり脳というのは分かってくるんだなとやっぱり思うんですよね。最初になった時やっぱり今考えてみるとなんか型通りやっただけ、それがだんだんにその自分なりのものにしていく、どこでそれが一番有名なのかわかりません。あんなところに年取ってくると、こんな体が衰えてきますんでね、どの辺の年代が脳の振動って一番いいのか、実はよくわかんないんですけども、まあ、これぐらいの年からしばらくの間、一番いい栄養が参るんじゃないんでしょうか。まあ、そういうつもりで明日は回ろうと思っております。はい、その自由にできない、できる、確かにそれはこういうものの場合はある程度の縛りがありますよね。脳に対して、脳に対して、まあ、こういうイメージという一般的な、まあ、イメージがもう出来上がっておりますから、それをなかなか破ってやると面白いのかもしれませんけども、変なのかもしれない。まあ、自分にさ、大体しかし僕が思うその演出というものもやはり採用方針でその遊女がこんなところに心を止めていけませんよという歌から始まりますんですよね。でもその遊女自体が実は不幻菩薩であって、その不幻菩薩に変わるところが一番難しいと言われてるんですね。かつての名人の野口さんの江口はと本当にそこで何もしてないのに不幻菩薩が見えたと言われてるんです、まあ、そこがこの脳の一番のところなんですけど、それを目指して頑張りたいと明日頑張りたいと思います。我々は何が一番を作っても、何を作っても、でも教育
4つに分かれてるんです。でそこで近代芸術を学んできてるわけですから、どうしても我々もすでに近代的なその感覚を身につけてしまっていて、その身につけて人間がまた伝統的な日本のその芸道をまた考えるという、そういうなんかこう二重の構造を持っていて、そういう意味ではその西洋人がその考えている近代と日本が考えている近代というのはまたまたそのズレが生じているような気がいつもするんですね。それで、でも近代というその時代をいわゆるこの時代だというふうに考えたときに、じゃあ西洋はその前はどうだったんだというと、非常に強い束縛の中で生きてきたわけだし、その中世のキリスト教の芸術なんていうのはもう本当に同じようなものをいっぱい作って、ドワーッとあるわけで、ね、そういう時代を過ごしてきて、本当にわずかなこの時代なんですよね、近代という時代は。だけどその近代が残している、自分たちに押し付けているその重荷みたいなものは、非常にやっぱり大きいものがあるような気がするんですね。それはどこが大きいのかっていうと、やっぱり個というものがこう自立していったときに、じゃあその自立はどこに行くのですかって、あるいはその自立を支える一番その基盤、個を支える一番基盤の部分っていうのはどこに求めるんですかっていうことが必ずついてくるはずなんですね。そのことにその西洋は非常にこう苦労している。事実の自由っていうことも本当にそういう束縛から逃れた自由、束縛がないっていうことが自由っていうふうに考えると、それはとんでもない自由の牢獄の中に陥るわけだし、だからそこの個を支える基盤っていうものをどう考える、それをもう少し逆に我々の立場にしてみれば、そのいかにその制約を自分のものに持つかということがとても大事なことのような気がするんですね。だから自分は茶碗という制約をまず自分で持ったわけです。それはこういう形がして、これ以上大きな寸法になると丼になりますという形を持っている、そういう制約を持っているし、楽焼きっていう一つの技法も含めた制約を持っていて、その制約の中でものを考えていかないと、そのやっぱりこう地に足がつかない。まあ、制約っていうのはつまりもう少し言うと歴史ですよね。その歴史をどういうふうに自分の中にこう内在化していくかとか、それを自分の、まあ、輪っかの枷のようにしてそれを捕まえるかということができないと、そこからこう飛躍する自由ももちろんそこにはなくなってしまうし、やっぱり制約っていうのは決してその、なんかこうマイナーなものではなくて、非常にこうポジティブなものとして捉えるべきではないかなというふうに、自分はそう思います。ありがとうございます。その最後に言われたその、まあ、ヨーロッパの、その、まあ、芸術のあり方ももちろんその近代にあるからとこう変わっていくわけですけれども、その場合にそのちょっとその東洋と西洋との違いっていうことがそこに僕はすごくよく表れていると思うんですけれども、その近代の市民社会っていうのは、まあ簡単に言うと、その今言われたように中世まで存在していたキリスト教的なその道徳律とか縛りっていうものをとにかく否定することによって近代市民社会を作るっていう、そういうまあものすごく大きな原則があって、例えば美術の形成にしても、例えば美術館にしても王様のコレクションっていうものを市民に開放することによって、まあ、市民からアクセスできるようにするということをやっているわけですよね。ですからその、僕は、まあ、ヨーロッパ の, その芸術の成立にとってはそういうその脱宗教化といいますか、その宗教色をとにかくその否定することによって、その近代性を保っていくという方向にものすごく大きくシフトしたと思うんですよ。でところが、そのアジアというか東洋の場合は、まあ、日本なんかもそうだと思うんですけれども、そういうその宗教を、まあ、例えば檀家制度の廃止とか、その明治の社会になって、その、まあ、その宗教がその社会をその根底的にこう束縛するってことはやめようとはするけれども、例えば、まあ、天皇を、まあ、その神道に祭り上げるみたいな、その宗教性をこう必ずその全否定は
しない近代社会という気がするんですね。でそのためにその、まあ、先ほど大臣はそういうことについても2人とも触れられてますけれども、その芸術的な行いが持っているその精神性であったり宗教性というようなことについてそんなにそのアジアの場合には否定的にならなかったという気がするんですよね。でそのあたりがその実際にそういうことを、まあ、あのやられているとそのまあ、その例えばその技術学校で教えてくれないとそうは言わないと思うんですね。だから それはもう明らかに西洋的なルールに乗っかってその近代芸術やってたっていうのを言うと思うんですけども、そうじゃないあのその伝承されている世界の方ではもともとその世界がその抱えているようなそういう精神性であったりあの、まあ、宗教とは言わなくても過激諸文化にはね、そのもういい能があるものはそのどんどん下達に近づいていくなんていうことも、いやまあそれはあのサポーターを増やそうとしてるかもしれませんけれども、あの言ったりもしていて、そのつまり自分たちの立場がそういうある意味こう善を導く世界にどんどんつながっているっていうことは、多分あの自意識の中ではきっと意識していたような気がするので、その案外そこのまま多分否定はできないと思うんですけれども、あのそういうものをある意味こう抱え込んで、その許容しているっていうところが、おそらく近代芸術とすごく違うスタンスだと思うんです。で、ただ、今みたいな社会だと、おそらくそのことを真正面に切って言うっていうことは、とても難しい状態になっていると思うんですけれども、でも例えば実際にこう舞っていたり、茶碗を作っていたりするときに、そういう行いの中で、そういう、 こう精神性みたいなものに、実感の問題として、うわ、これなんだみたいなことが、ここなんかやってらっしゃる方は、実感できるがゆえに、ある意味そういうその流れっていうのを自分としてこう個性として引き受けられるような気がするんですよ。でそれは別に近代芸術は絶対教えない話なので、やってらっしゃること私はきっとわからないことだと思うんですけれども、そんなようなことは結構なお感じなんですよね。導ければよかったの。だから
あえてそんなに指定するほどの強いものは資料ほど日本はなかったんじゃないかと思いますね。その日本はその精神、その何ていうか精神性があるということをすごく強調するんですけど、それをですね、例えばヨーロッパでその話をすると、めちゃめちゃブーイングを食らうんですね。なんで日本はそんな精神性があるの、ヨーロッパ国家は精神性がないの、我々はまあアイソプレスを生み出しかと思うんだけど、お前たちは大丈夫なんだっていう話で。で、ところがその精神性というのはおっしゃる通りに、やっぱ宗教だと思うんです。で、やっぱりこう、西洋っていうのはやっぱりこう、一つのやっぱ革命っていうのが乗り越えていく、乗り越え方が違っていて、やっぱりこう、ギリシャの神様がいて、キリスト教が出てきて、で、またルネサンスになると、またギリシャの神様がいて、中世があって、アルバチカンのこうすごい体制があって、でそしてまた僕はそれを否定して、じゃあそこを神から解放されたんだ、神は死んだんだっていう話が、近代が始まっていくんですけど、そういうふうにこう、乗り越え方が非常にこう、なんか、否定をしながらこう、日本の場合は意外とこう繋がっていくんですね。それは実際に神を信じているか神を信じてないかっていう問題ではなくて、その何ていうのかこう神にこう考える、その自分たちのこう考え方の一つの最もベーシックなこと、それから仏を考える最もベーシックなことが、その仏がいるかいないかということよりももっとこう信浸透して庶民に至るまで浸透して、そのこう何ていうか、その考え方としてあるいは感じ方としてあるような気がするんですね。だからそういう意味では能を見ていても、自分は実は近藤先生に、弟子でしてこの間江口を1年一生懸命研究したところなので、非常にこうあれが思い入れの強い曲なんですけれども。能を勉強、そして勉強させていただいても、書をやっても、陶芸をやっても、全部つながるんですね。そのつながってる、どこにつながってる部分は、じゃあ何がつながってるのかというと、それはやっぱりこう、特には、やっぱり仏教が強い。それは、仏教の考え方はとてもやっぱり強いような気がするんですね。で、それはどういう考え方かというと、やっぱりその仏教の持っているその自己検証力っていうんですかね、自分自身の心の中を覗いていったときに、その例えばその何か言葉じゃない言葉を超えていく一つの真実っていうのもすごく、まあ神道もそうですし、物事神道言葉もしませんが、ね、仏教もそうですけども、その日本文化の特色として言葉を超えていく何か真実っていうのがやっぱりすごく根底にあって、それが考え方、感じ方の一番ベーシックなものになるわけです。それは西洋だと、例えばあなたは神を信じてますかって言った時に、そうです、私は経験的ですけどで神を信じてますって言った時に、それはそれで成立していく、その契約社会ですけれども、日本の場合はそれを否定するんです。仏教で言えば、例えば禅宗で言えば仏であって仏を殺せというし、浄土ももちろん同じようなことを言葉を変えて言いますよね。だからそれは常にその言葉で認識をして、言葉でその方便を語った時に、その信仰の一番根本的なものは消えていく、裏切っていくという、そういうそのなんかこう自分の心を捕まえようとするときに、次から次へ起こっていく自分 の, その意識 の, そのあり方の一番根底の部分をどういうふうに捕まえるか、そこと仏とがどういうふうにその一体になって結びついていくかというところに、日本の宗教のすごいこう、まあ、深い問題がある。そこのところでこうつながっていきますから、当然そこにはやっぱりこう、まあ、禅宗では悟りっていう一つ
究極の一つの心のありようがあったり、あるいは芸能では無心になるということもありますし、やっぱりこう性はやっぱりこう、まあ、彫刻では形を作っていくんですけれども、日本の場合はやっぱり形を作っていくよりももっと大切なのは出来上がったその形ではなくて、その過程の中にある自分の無心な心のありようというものをとても大事にしている。そこのところの根底をたどっていくと、やっぱり仏教に行き着くし、まあ、神道にもそれから道教にも行き着くかなというような気がしています。日本の場合はやっぱり宗教、それを宗教と呼ぶのか、どうかわかりません。北野天満宮行ってどうぞ受験を受かりますようにという意味の宗教ではなくて、宗教と呼んでいいのかどうかは、日本人の心のありようとして宗教が形作ってきて、まるでそれは日本人の心の中にこう浸透するように、まあ、形作られてきた、歴史の中で時間の中で形作られてきたものがやっぱり西洋との違う部分じゃないかなと思います。ありがとうございます。お二人への話を伺っていると、仏教の僧侶が自分のこう心情をこう誰かにこう伝えるためにということではない意味での、その宗教心というか信仰のありようみたいなことが、そういう芸能のある意味こう一番こう追求するべき最終の目標のところにこうぼんやり存在していて、でそれはぼんやりはしているけれども意識はしているというか、みんなが意識しているみたいな、そういうありようが多分芸能のにとってはすごく大事な部分だったのかなということがちょっと伺ってて、納得がいたんですけども、それで、さっきちょっとお伺いしようと思ったら、もう一つ話されたことにこうつながることや、一つだけもう一つお伺いしたいんですけれども、それは、それぞれ の, その、まあ、なんていうんですか、先人たちがかつて、作ったり語ったり書き残したりするというものがあると思うんですけれども、まあ、我々歴史やってる人間は当然そういう書き残されたものを、その芸能やその芸能にとって、その何を求めようとしているのかということを文章で、読むことによって、読みするわけですね。で、実際に作られる方は、実物を見たり、あるいは、ごく近しい方が舞うものを見て、そこから勉強されることがあると思うんですけれども、そういうその古典的なその語られたものとか、残されたものっていうものは、今現在、これから何かを作ろうとしている人にとっては、さっきの話と、ちょっと近いんですけども、ある意味、ものすごくかけ離れた意識の持ち主が、かつて起こしたものがあるわけですよね。そういうことは、歴史の研究としては、何年に出せるか、こういうことをやりましたとか、こういう機器を作りましたみたいなことは、事実としては勉強できるし、そこで何が実現されたのかということを考えようとすることができるんですけども、じゃあ、それをさらにその後、500年たって、これから、実際に何かを作ろうとする人は、そういう過去があったことを参照するというか、見るということの意味は、ただ単に歴史を僕らが勉強するのとは、多分意味合いが違うと思うんですけれど、多分恐らくそれはされないということはきっとないと思うので、される場合に、これから、やるべき、皆さんがそういうことを参照されたら、きっと自分が次に何かをするために多分参照されていると思うので、そういう方がそういうものを見るときには、我々がその歴史を勉強するとは本当に違う感じ方というか、読み方をされるように思うんですけれども、そのことは別に考えたことないよということかもしれませんが、もし一回皆さんに語るとすると、どういうような、その前じゃありませんけれども、つもりというか構え方というか、がその過去の遺産に対して接する場合に、皆さんの場合に起こるんでしょうか。確かにですね。例えば家庭書籍がありますかね。これは割と脳の家では読むなってないってことなんですね。あ、そうなんですね。はい。で、梅岡さんの、今から何代前ですかね。今から言うと、2代前の方ですか。白洲正さんと対話されてますね。風に島へ生まれましたかと白洲正さんが聞かれて、
そういう仕事があることは知っておりますけども、親から運動を禁じられておりますので呼んでおりません。それ8時ぐらいの時の体感なんですよね。そろそろ呼んでもよろしいでしょうか。私に呼んで分かりますでしょうか。お知らせに聞かれた。そうなんですよね。まあ、それは多分僕なんかね、大学で呼んじゃったんですよ。大学なんです、授業なんてね。まあでもね、呼んで、確かにそうです。呼んではいけない部分は確かにありますよね。内容的には確かに。それは、そこはそう書いてあるのは、そうっていうことが、実はこうなんだということが分かるところまで行って、呼べばいいんでしょうけどね。そのままではおかしい。でも例えば古い片付けを私なんかひっくり返してくるのは、まあ、長く上演してない曲をする時ですね。これ親からも習ってない。つまり自分で、まあ、久しぶりに100年ぶりかなんかでやろうかというのは、もう古い書もしかないんですが、それを出してきて読みますね。で、なぜこの曲が出なかったんだろうか、そんなこともその時現場に考えます。それはやっぱり時代に合わないものもありますので、かってちょっとたくさん出てたのに、今の時やっぱり時代に合わないからために出ないものもありますし、しかし何か、なぜこの時点が出なくなったのかわからないのもあるし、やってみると面白いのもあるし、実は舞台から見ると、面白いのにもかかわらず出てない。というようなものもあります。で、まあ、そういったものをするときには、古いものを出してきて、そして、まあ、我々はその古いものを、まあ、それを勉強して、まあ、自分のものにして、舞台に限るということですけど、まあ、実は、国立の学堂で今、息子が、これも明治に校舎が廃曲にして以来、出ないような曲を今、梅若民生さんと大月文藤さんが、前捨てをされて、後捨てを校舎で今の家のことを息子とがやるのをやってるんですけどね。まあ、国立は何回か狂言の人が入れたりしてそれを復旧してるんですけど、今回は本当の脳の、カットの脳の形で復旧するという。そういう時になるとですね、やっぱり現代と合わない部分とか、ここを入れた方が、実は震災とかにしてるんでね、はい、大津波でやられたところへの、なんですけど、そこの馬が熊野の旅を感情していく、三者っていうのを感情していく、はい、そこで何か踊ってるうちに旅が購入していくというようなものなんで、まあ、多分そういう筋はだんだん、まあ、現代の人には面白くないから、まあ、非常に許されなくなってきたんでしょうけど、それを、まあ、現代の人自身が飛ばすの復興に変わるような形にこう改めるような文章にちょっと作ったりして、その地域がこう見えてくるような場面を足したりして、まあ、そういった大掛かりな復曲をされることがあります。まあ、私なんかは元々あった文章の本をそのまま待ってしまいますから、まあ、そういった時に古い文章をやりますね。で、まあ、その当時のお客さん方の好みとか、その当時の演者の考えてたものの片付け、ことなんか、その古い片付けとか、そういったものから、まあ、感じることができますけども、本当にやるなら、やっぱり私、国立のように、この時点でこれをするなら、こういう、その時点での脳でなぜここまでやられなかったのか、そこで、ここでやるなら、こうしなくちゃいけないという、ところを維持する必要は確かにあるのは事実だと思います。はい、で、まあ、古い文章を読んでというご質問に、これちょっと答えになってなかったのがわからないんですけど、そういったことを感じます。そう、片付けなんか持ってて、演じないのは結構多いでしょう。現在200曲演じてますけども、作られた曲はもう3000くらいあると言われてね。だから2800ぐらいはやってないです。ですから古い方があちこちにたくさんありますね。で、当然それ見てみると、あ、こんなにやってもダメだというのはたくさんあります。
でもこれなんでっていうのがあります、ね、なぜやらないかっていう、はい、そういったものを、まあ、監督の上にも行っておりますけどね、まあ、その江戸時代に何か合わなかったためにやらないと今で考えるとこれかえっていいんじゃないかというのはそんなございます。散ってしまって
地べたにこう無残にもこう押し取り生まれて、まあ吉田恵子のみたいには生まれてないかもしれないけど、まあ、雨で本当にこう、情けなくかわいそうにその、まあ、花びらが散りまして、そういうものこそ非常に見どころが多い、なお哀れに情けなくないというふうに考える。それと同じようなことを禅師が言っていて、本当の花をその知る人は枯れでした、枯れたるを知るでした。でその枯れたる花は真の花より なおその深いというか、なお上にあるというようなことを言っているし、そういう意味では全く可燃症と吉田健吾はどこかでこう一つの一番深いところでつながっている。そういうふうに考えると他にもいっぱいあるんですね。でまあ、禅宗のその古い文字だってそこにつながってくるし、そうなってみると面白いことに、例えば最初に前下げ図書館の話をしましたけど、その図書館がそのオブジェを作った時にこういう話をしてるんですね。そのオブジェに自分がその採用するものが美しいこと、まあ、言葉はちょっと違ったらごめんなさい、正確ではないと思いますけど、でも内容はあのそういうことだと思うんですけど、美しいということも醜いということもないものを選ぶというんですよね。つまりその美しいというふうに認識された言葉の一つの体系、あるいは醜いというふうに認識された言葉の体系を持っているものをこう持ってないものを選ぶ。で それで勉強でやるのは醜いという体系を持っているだろうな、うん、でもまあそこになんか言葉を裏返していく、その認識を裏返していく、その言葉じゃないよね、言葉一つ変えたら全然違うものになっちゃうじゃない、あなたたち その、文明そのものもっていうような非常に怖い読みがあるな、その皮肉を込めて、まあ、そういう部分で考えると、あじゃあ俺自分たちが今生きてるということは一体どういうところに自分たちは生きていて、どういう矛盾を自分の中に背負っていて、どういうことを思っていて、ちょっと甘い言葉ですけど、どういう悩みを持っていて、どういう悲しみを持っていて、どういう辛さを持っているかっていうようなところが、そのベースになって見れば、その文字であっても、古い文献であっても、響くものがあるんですね。で、ああ、なるほどな、そういうことかって言うと、なんか自分のなんか心の中に、心の中にあるもの、表明している。でだからそういう意味では僕がその手にする、まあ、もの古いもの書かれたものっていうのは源氏物語は読んでないし、だけど常連さんは読むし、最近ハマってるのは春だけどにゃんで、あの天真爛漫なその聖書なるの世界っていうのも面白い世界だな、今まで自分があんまり感じなかったですね。新鮮な感じがするし、動詞もつながっていく。だから そこがとても肝心なところなんです。自分の生きてること その根本の何かこうなんか問題、自分が感じてる問題、そこから何ていうか学んでもいいですよ。突き抜けてきたりとか解放されたりとか、もっとこうありたいとか、こんなふうに自分は悲しいと思ってるとか、こんなふうに悩みを持ってるとかいうところの基盤に立ってものを見れば、つながっていくものは過去の中にいっぱいあって、それは一つながりにつながっているという気がして、それはとても大事なことで、自分にとってはそれは言葉なんだけれども、自分の中の何ていうか感じるエネルギーというものをそれによって強化することで、より強く、だから割とそういうものも読むことがあります。読まないでしょ。要するに家電書というのはその科学のその要するに最も芸の一番大事なところを伝える書で、ね、たくさんの伝承を書いたんですけどね。本当のその伝承の仕方というのは、やっぱり体ごと
少しですな、こういうもので、親の体からこの体、親の心からこの心へ、そこで渡していって、それが舞台上で自分の心の中から起こりうるようにするんです。文章ということは、頭を使うから、この頭で語るということになりますね。で、結局、舞台上で頭で考えると、ダメなんですよ。精神の心の動きでする。それをするためには、その心から、これから流れを与えてする。ただ、あんまりの前に、あんまりの文章を残さなくちゃいけなかった状況というのは、息子が亡くなるんですよ、先に。で、老いのお詫びが感じられるんだけど、言葉の間がうまくなくて、伝承できない。また、コンパルの娘の言葉あるけど、差が違うから、芸風が違うから、結局まだその自分の孫あたりが復興してきた時のために残さなくちゃいけないという必要の間の文章を書いた。この本では息子にこれをそのまま伝えて、息子が後でこう心で伝えていればいいものを文章にしちゃったんですね。それを聞いてしまったから。で、それを読んだ時に果たしてその体から伝わったときと同じように伝わらない可能性があるから、農務員では。あの文章はあまり読むなということになっているなと思った。そういうのであの、はい、すごくこう実感のこもったお話でとてもよく伝わったと思うんですけども、ちょっとこれで僕の質問を最後にしたいと思うんですけども、今さっき、2人がお話になることは、現代21世紀そのかつてのものを印象接するということが、どういう意味を2人と思っているかって話されたんですけども、で、そのことは、もうちょっと別の枠組みでお話しすると、その1890、80年代、90年代以降の、いわゆるそのポストコロニアルと呼ばれるような西洋的なヨーロッパ的なその基準に対するその、疑念がものすごい勢いでこう表面化してきた時代の中に、そのかつてその先人が残したものほか、ただ単にこう歴史的に古いという話ではなくて、今現在の例えば、落さんがおっしゃったように、その古典に対してこれは面白いんじゃないか、これは今俺がやっていることにこうつながるんじゃないかみたいな、直感的にこう受け取れるものが出てくるっていうのは、ある意味そのヨーロッパ的な制約を抜け出したところで、その今これから何かをクリエイトしようと思った時に、そういう活動何かを受け取ったり、そこと何か共鳴したりするということが起こってくる。で、起こってくることに対するその肯定感が、かつて その感じ方と多分違っているところがもう今は生まれつつあると思うんですね。だからもうちょっと平たく言っちゃうとすれば、そのコンテンポラリーな表現として、その、そういうその過去の森さんを受け継いでいらっしゃる方が、その今現在の気持ちで何かをするということは、簡単に言えばその古典を再生しているというよりは、そのいわゆるそのコンテンポラリーな表現として自分をどう見ていくのか、出すのかっていうことで、そういう古典から何かを受け取るっていう、そういう多分違いが生まれていて、そのことがそのある意味その2人がやられていることにその力づけっていうか、そのバックボーンとしてこう作用するっていうことがあって、そういう行いにはすごく意味のあるものに なるような。なっていう的なことです。それはそういうこうなんていうか、眼差しを過去に向けているがゆえに、今お二人がやっていらっしゃることが、その古いことのこう踏襲で繰り返しではなく、何かその、この今のこれからの新しい表現、新しいその、周りに対して何者かを付け加えていく、そういうスタンスにこうどんどん近づいていってるという気がする。それがおそらく多分その他の地域に比べると、日本の中ではその、さっきご説明いただいたような、日本人の行動というのが好みであったり、宗教的な精神的な表現に対するこう感じ方なんかが特有のこう傾向を持っていて、その傾向は多分そういうことをすごくこう支えているというか、すごくそういうことが、今回のこういうシンポジウムをそのやって、その改めて確認したいなと思ったことなんです。それはおそらくもしかすると、お二人からすれば、誠は最初から分かっている
とあんまり多分おそらくこんな映像なんていうことをテーマにしようとすることはあんまりないとは思うんですけども、でもその、まあ、僕のような子たちから言うとその技術や芸術の高齢者の研究がどんどんそういう方向に向かっているということが、まあ、こういうことを企画させるような大きい力になっている気がするんですが、それはお二人からすると、まあ、ある意味なんかちょっとありがた迷惑っていうのかもしれませんけれども、そういうふうに多分これからも次の時代に向けて作っていかれることを、そういう過去からの継承やそこからの踏み取りをどうされていくのかということで続けられた愛国のこう在り方の意義が、そこはどこ今変わりつつ、さっき言われたその法律で一緒にやられているのか、あるいはそういう文脈のような気がするんですけども、変わっていきつつあるのかなという気持ちで、それはなかなかその頭で考えて構想することと実践する、実現することはすごく距離がおそらくやられているかと分かるんですが、距離があって、そうなるまで多分世の中でもそれなりに時間がかかって、今現在そういうことに割合をすごくどんどんアプローチが近づいていっているという時期がある。僕は今回の研究通じて実の他に言うとそういうものがとても強いです。こういうふうに話を伺えたときに、まあ、僕はありがたかったんですけど、並木さんどうぞ。ありがとうございました。いろいろこう会場にも回さないといけないんですけれども、今日は芸能論の本日ということで、まさにそのこうお二人の表現者から、今日のを伺って、これは初めて出てきたのは言葉で伝えられないものが、まあ、あって、それがその精神性が宗教、まあ、につながるかどうかとか、あるいはその、やむなく家電書を書いてしまったけど、実際には心とか心で伝えなさいといけない、で言葉で伝えられるものがあって、で我々そのビーストという言葉がいつ使われたかみたいなことを一生懸命やりますけれども、やっぱ言葉でないところにやっぱり芸能のこうある種のその本質があって、で続いてきたものはこれからどう続かれるかっていうのは、まあ、関心があるということがよく分かったと、非常に参考になっています。でそういう意味でお二人 の, 先生方の話を今日聞いたわけですけれども、せっかくの機会ですので会場の方から何か、この際伺っておきたいということがあれば質問をちょっとお受けするということにもしたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、
まあ、生きているということの一番根本にあるような気がするので、やっぱりアートというほうが芸能というほうが、どういうことかで言ってもいいんですけれども、そのやっぱりなぜその自分がものを作ろうとしているかということの、その根底を探ると、一つにやっぱりその認識を超えていく力というものをがないと、なんで作ってるのって、なんでそのデュシャンを作ったの、なぜゴッホを作ったの、なぜ僕は、まあ、ゴッホと比較してデュシャンと比較して自分を出すのはお話かもしれませんけど、なぜ僕は例えば茶碗を作るのかっていうこと とはその問いの中に、その認識を超えようとする自分の強い欲求があるんですよね。つまりその美とはこういうものだとか、あるいはそれを整理しながら、例えば中世の美はこういうものです、ルネサンスの美はこういうものですっていうふうに、こう美というものが一つの中の歴史的にも捉えられて、格論的にも捉えられて、そしてその美という認識が固まってしまったときに、違うよねって思わなきゃ思いますよね、やっぱり。どっかではみ出していく自分があるはずなんですよね。世の中でこう決まってしまったその認識、平和と別に美でなくてもいいですよ、平和という言葉でもいいですよ、平和という言葉があって、そこにこう認識が共通する認識を持っていて、時も状況する認識からはみ出したその平和どんなっていっぱいありますよね、その大きな枠組みという意味での認識ですよ。そういうものからやっぱりこう、これ違う、やっぱり違うよねって、どっか違ってるよねとか、どっかそこには僕は収まらないよねって、なんか自分がこう居心地悪いよねとか、なんかこうそういう意味では束縛されてるよねっていうふうに考えるものがあって、やっぱりそのものを生み出していこうというその根底には、やっぱりその認識を超えようとするものがやっぱりあるんですよ。だからそれは言葉の中で当然アーバンガルドっていう価値観を変えていこうとする。だから利休さんがいつも考えるのが、利休がなぜあんなことをしたんだろうって思うんですね。で、なんでそうしたんだろうって、それで茶の湯のその研究者は、紅茶があって、それをもう少しこう精神化して、全身の影響を受けながら、それをこう精神化して、そして詫び化していったという流れで語っていくんですけど、でもそれ語ってもらっても何にもその感じない、何にもその心が震えない、それの奥にあるんですよね、心を震わすものは。なぜ利休がああいう、まあ、タイヤみたいなね、ああいう茶室をするのか、なぜ利休があのタイヤにあんな、凄まじいのですね、馬小屋みたいな汚らしい壁を塗ったのか、なぜそうしたのかって、どこにその欲求の根本があったのかっていうことを、やっぱりこう感じ取らなきゃいけない。そこに、それは言葉を超えてるものですよ。もっと利休がその生きてる、利休自身が生きてる中でこう、なんか心がこう揺れて震えてるものですよ。で、もっと話あれすれば、利休っていう人は、例えば今のそのおざなりなその和敬静寂観という言葉で捉えれば、お茶って和があって敬があって静かな。なんか時間の中でお互いにこう言葉を交わし、物との心を交わし、自然との心を交わすって言えば、きれいごとに収まりますけれどもね、じゃあ本当にそうだったのって思いますよね。本当にそういうふうにして、例えば利休が言った言葉が本当にそうなのかどうか分かりませんけど、利休が言ったというふうに伝えられる言葉の中に、例えば花は野にあるよって言葉、それでとても美しいでしょ、野にあるように行けます、それどういう意味なのかよくわからない、本当に考えれば野にあるようにそれを模して行けなさいっていうか、野にあるように風情に行けなさいっていうのが、
でも切ってしまったらそれはもう命をのからその花の命が立ってるわけですから、すごい矛盾してるんですね。だから本当にその、おごりもなくて、質素でつつましやかに服のお茶を仏様に立てて、そして自分も飲み、そして人にも施すというような、わび茶のその心が本当に実現したいならば、利休さんはその大阪城や聚楽台から出るべきでしょう。そこからおかしい、とても矛盾している話なんですよね。だからそこになんか利休の震えている心っていうのがあって、それでだからこそよりわび化していくようなそのエネルギーもそこに生まれてきて、やっぱりその言葉ではその捉えられない、阿弥とは慎んでおらぬ様ですよっていうようなこととか、そういう言葉ではその捉えられない、もっと生なビビッドなそのもの、それはやっぱりその今までこう自分の周りからずっとこう迫ってくるような一つの認識の価値体系では収まりきれない自分の存在みたいなのがあって、それをやっぱり大事にして、それをこうやっぱりこう世の中にこうぶつけて認識を超えようとしているという、そのやっぱり物が生まれていく、一番その根本はそういうことなんじゃないかなって、そういう意味でやっぱり儒者もその利休もつながるし、長寿郎もつながるし、そういう意味では特に、まあ、例えばあの結構つながっちゃうんですね。例えばロスコーみたいな、ああいう絵にしてもね、なぜあんな風に塗ったんですか。例えばイヴ・クラインみたいな人がいて、真っ白いキャンバスにこう全部こう、あ、文章用の濃い黒色を全部一様に塗っちゃって、まあ、コンテンポラリーですけど、なぜそんなものを作るんですか。それはゴッホの見とも違うし、デュシャンの見とも違うし、その美っていう言葉で一括りにしてもとてもじゃないと使われないことができない。なぜそんなことをするんですか。その行為の奥に一体何があるんですかって、そこで共通した心を通わせないと意味ないんですよね。そのデュシャンの絵も、アンリュー・ゴッホの絵も何でも、だからそこのところがとても、まあ、一番大切な部分で、そこで生きるしかない部分じゃないかなと。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。予定をしていた時間は、すみません、質問。
顔と作る顔の違いって何か感じられることってありますか？あります。あります。デザインっていう一つの世界はまたちょっと違った世界で、やっぱり一つの認識っていうものにどうしても頼らなきゃいけない。つまりそのこういうふうに見た人は同じようにこう見なきゃいけない、その認識の共有性を持たないとデザインにならないし、デザインが広がっていかないんですよね。それはそれをまず組み込まなきゃいけない、もともとの中に。そういう運命を持っている世界だと思うんですね。でも、例えば、まあ、女性絵画みたいな世界はそれを持たなくてもいいですよね。持たなくてもいいということは、その見る人と自分とがどういうふうな関係にあるかというと、自分なんかが思うのは、つまりその自分が生きてるっていうことに、その基盤というか、そこに自分がちゃんとこう乗っかっていて、そこからこうものがこう発想されて、ものがこう生まれてくると、同じようにそのものというのは傷を持ってるんですよね。自分がこう自分の内面の中に持ってる、傷っていう言い方おかしな話ですけど、傷とか喜びもそうですよ、楽しみもそうですよ、悲しみもそうです、そういうようなこと、人間が生きていることにおけるそういうものがその茶碗の中にやっぱり語られていると自分は思うのです。でそうするとそれは同じように現代に生きている人間、自分の顔の知らない、人も同じように感じてくれる誰かはいるはずだって思うんですね。それが信じられないととても辛い。だからやっぱりこう自分がこうしてその作っている、そして今ここに生きている、でこういうふうに感じているっていうことは、きっとそれが世の中にこう出ていって、茶碗がこう世の中に出ていった時に、何も知らない誰かがやっぱ同じようにそれをきちっと受け止めて感じて、ああこれ私と同じ気持ちだわ、思える人がいる。例えば茶碗作り始めた時は本当にほんわりした温かいこう茶碗がだったんですね。今トゲトゲしてますけどその時に本当に思ったのは、彫刻を僕してるんです。で彫刻っていうのはやっぱりこうなんかこう、その時やっぱ西洋の彫刻しっかりと教え込まれますが、何かそこに自分なり その表現をそこに込めて、そしてその込めた自分なりの表現がそこに存在して、さあどうですか見てくださいっていう感じで君臨するっていうのか、そういうことにとても嫌気がさしたんですね。なんかそこになんか自分がいないような気がしたし、そういうふうにその屈服させるようにその力強い彫刻がそこにあるっていうこと自体に、なんかすごい違和感があったし、不快感があったし、でそういうふうに思ってくると、これ自分本当にそんなことを感じてるのかなって、今まで その価値観の中でこれがやっぱり彫刻としてやっぱり素晴らしいから、そういうふうにして自分も彫刻を作ったんだっていうことに過ぎないんじゃないかなっていう、自己懐疑に反応を生じてきたりして、とても物が作れない時期がすごい長いことがありました。その中で物が作れることになったのは、茶碗を作ろうかなって思ったのは、ヨーロッパでそういうふうに思って決心できたんですけども、それは別として、最初の気持ちはとてもこう可愛らしくて温かくて、こう手の中にこう本当に温かくこう包まれるような茶碗を作りたいなって思ったんですね。それが例えば人に、何も知らない人の手の中にこう渡って、同じように、ああこの茶碗あったかいねって、とても自分、例えば、いろんなことがあるけども、とてもこう今あったかく感じてるっていうことを感じてもらえる誰か一人でもいれば、それでいいじゃないかって、す
こにつながればいい、その茶碗は存在する意味があるのではないかなっていうふうに思って、そうか、茶碗を作ってみようっていうふうに思ったんですね。それはやっぱりこう、いろいろと言えば、彫刻みたいなその形がこう君臨して、見てくださいっていう資格の中で誰よりも茶碗って本当に手に触ったり飲んだり様々なことするからとても優しいものなんですね。でそういう意味ではそういうその、やっぱこうどっかでそのつながっている誰かがいるっていうことはその、世の中のその何て言うかこうかっていう評価ではなくて基本的にやっぱり信じれる誰かがそこに絶対いるよねっていうことを自分が信じないととても作っていけない。そういう意味自分は見る側と作る側と、感じています。研究する側から言うとね、その作る人も見る人も。ある意味では同じ基盤の上に立っているわけですよね。で、世の中の人間、その今言われたように、作った人もその受け手の人も同じ価値観や同じ担当を分かち合うことができるということを、大前提にすると思うんですよ。つまりその個性的であるということと普遍性を持っているということは本当に矛盾するはずなのに、でも同一にこう解決したい人間はものすごくこう求めるという、ある意味ではそういうその共同性であったりその普遍性を人間って何ていうか欲深というか絶対こう求めてしまうような存在であるということを作る人も見る人もお互いにこう受け入れているというそういう関係にこう立っているっていうふうに考えてくださればもうちょいこう気が楽になるのかなっていう気がするんですけど。その作る側ですね。僕は本当は作る側で、これであんまり見る側に立てないんですよ。僕は見る側に立つのはオペラなんです。もう若い頃からオペラが基地がですね、中学の頃から、10歳ちょいぐらいからオペラが基地がなんですけど、オペラは歌いませんから、絶対忘れて仕事できませんから、作る側では立てないって見る側で、人間として見てるんですけど、そうですね、その自分の経験でいうとね、なんかね、若い頃の方がなんかこういう見方がしてたような気がするんですよ。これ以外はなんか認め方よ、俺らはこの歌詞が、これ以外だった。だからなんかずっと聞いてるうちに、なんかこれが自分が人だって言ってるんですか、この人もこんな差があったのか、それは今の方が広いです。キリアンやった時はもっと、もうそのオペラについた指揮者を超えて、これはダメだとかね、もっと戦術して、それがこう緩くなってるんで、見方として、なんとなく退化してるのか、あるいは大きく物が見れるようになってるのかは、それは分からないけど、多くの方が許されてるんだけど、こういうオペラもいいわなとか、そういうのは今の方が広いんですよね。オペラはね、しかしね、退化してます。オペラ自体が退化してるんですよ。もうあるわけ、もう今のオペラは、本来オペラというのは、音楽の、力で、いかにかというか、演劇の力で耐えてるんですよね。そっちで流れてるから、確かに新しい演出とか、ボン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 出てるけど、歌詞のレベルは落ちてるわ。音楽の力は、落ちてるわけ、それもあって、僕は見てやるかもしれませんけど、全然いいとか、前はね、もっとすごかった、勝っては。でも、すごいのが、いくつも立ってるから、これがいいと思ったら、他はね、認めなくなるんです。違うから、すごいんですよ。みんな、レベルはすごいんだけども、自分に合うすごさっていうのは、ここにある。ここに行ってしまうと、あとはちょっと、もう結構、ところが今はそんな、際立った、高みがないから、もあるんでしょうね。ずーっと見ちゃう。だから、見てた人はね、そんなに見えなくなってますね。舞台の方で行くと逆に、こうなんていうか、
作る側のご自分とそれを見せる見てもらう側のご自分というのはどういうふうにこう空間の中で意識しているのかとそこを伺いたいんですけど、例えば展覧会なんですか、見せるということ自体はその展覧会で見せられることって本当に限られたことしかないんですね。で最低限してあげるという感じですね。まあ、自分の茶碗にしても、まあ、そうだし、まあ、歴代の茶碗にしてもそうだし、やっぱりそれは例えば空間をできるだけ取ってあげる。でやっぱりその茶碗って小さいでしょ。小さいものには小さい空間しか必要がないっていうのは極めて西洋的な考え方で、比較論の問題で、こんだけの問題ならこんだけでいいでしょう。でも日本の場合は小さなものがとてもこう大きな空間というのかそういうものをこう集約するんですね。だからそれは、まあ、日本、まあ、茶碗だけだと脳の世界もそうだし舞台の上で本当に大先生が立たれただけでもう本当になんかわーって世界というか、まあ、宇宙が広がるみたいなそれと同じような立ち姿が長寿の茶碗にもあるし自分の茶碗にもありたいと思っています。そういうふうに考えるとやっぱりこう見せる場所っていう自分が展示する、まあ、ロシアでも展示に携わってきたし、まあ、一番典型的なのは坂美術館ですけどあそこはやっぱりその大したことはできてませんよ。本当にあの空間をできるだけ広く取ること、それから茶碗が載っている展示台を、まあ何でかする必要もちろんないけど常識の範囲の中の一つの空間のありようというものの中でできるだけゆっくりとること、それからやっぱりライトを照らすことになるから、うん、それをやっぱりその陰影をきちっとやっぱりその茶碗の姿がこう立体的にというかこう形がちゃんと見えるようにそのライトを当ててあげること、それぐらいのことでしょう。ただ茶碗というのはその本来はまあ使うもの、まあ、本来というよりも最も当たり前なんですけど使うものなんですね。ただ佐賀美術館でその自分が茶碗が存在する使われる場所まで設計したのはですね、やっぱりその自分がこう茶碗を作った時にやっぱりこう現代というか現代を縛っている先ほどの話じゃないけど認識そのもの、価値観そのものをやっぱり飛び越えたいと思って茶碗を作ったものがやっぱり茶碗だけでは存在が虚しいんですよね。やっぱり茶碗、それは茶碗の持ってる世界がそうだから、やっぱりそれは使われなきゃいけない。じゃあ茶碗を作る僕自身がこんなに風にそのもがいて一つの茶碗を作っていれば、やっぱり建築だってもがいてもらいたいなって思うんですね。それで、お子さんなりの茶碗は、まあ、現代的という言葉で、有識者はないからそういう言葉を使うんですけど、現代的なその茶碗であるのに、周りはなんかこう、昔のお茶席に写しみたいなものとか、そういうところには存在させたくないな。で、かといって、まあ、現代の建築家のお茶室もありますけど、ちょっと気に入らないんですよ。それはですね、そのお茶席っていう一つの空間、あるいは茶の湯っていう空間は、とてもたくさんのコンセプトとか、たくさんの考え方とか、たくさんの思想とか、たくさんの感じ方とか、いっぱいこう
一つにこうかつながりながらこう、まあ、出来上がっているにもかかわらず、それを保護してしまって、たった一つのコンセプトを取り上げてきて、例えば茶の湯は、できるだけその豪華なものじゃないから、粗末なものですから、まあ、粗相なものとか、質素なものを使うのが詫びの心だという、それは一つの考え方、別に間違いではない。確かにそこの茶の湯の中にあるんですが、その一つの考え方を引き出してきて、じゃあそれで、茶室を作りました。まあ、安藤さんですけど、ベニエンガの茶室を作った。よくわかりますよ、それは。そのコンセプトは。あ、なるほどなと思いますけどね。それで茶室って言われると困るんですね。他の業種してるから。他にもありますよ。木の上の茶室を作った人がいる。で、それはね、茶の湯は非日常だっていうわけですよ。非日常。日常はこういう空間じゃなくて、やっぱり日常の価値観とか、日常の体験だとか、日常の感性だとか、そういうのを飛び越えていく、あの人間中に通った時に飛び越えていく非日常の時間帯だっていうんですね。確かにその、非日常ですよ。木の上で茶室を作って、木の上でこうお茶を立てれば。でもその非日常をね、それだけ抜き出してしまうとね、やっぱりおかしいんですよ。それで、それは実験ならいいんですよ。お茶とはこういうものですよ。これ日にお茶とは日日常の時間を楽しむことですよ。あの木の絵作って、それでそれはいいんですけど、3回行ってごらんなさい。それ日日常でなくなりますから。普通の日常のおもろいところをテーマパークみたいなものなんですよ。同じようなことがいっぱいありましたね。例えばガラスの床を作ってそれが割れているの。怖いわと思って日日常でそうしたね。2回行ったらそれうまいことまた言いながらそうちょっと全然面白いもんなんでもない。あとでいろいろなものがありますよ。例えば簡単にできるパッてパッと簡単に持ち運びできる茶室がある。で茶室は非常にこう簡単で、あれは基本的には持ち運んだんです。例えば秀吉が、博多に行った時は解体して持ちって言って、そこにボンボンボンと立てた。持ち上げるもんですから、で、じゃあ持ち上げるパッと作って、それでパッとやったらそこに茶室ができるというようなものを作って、それは実験的にいいけれども、それはとてもそのたった一つのコンセプト、糸口を引き出して、それを形にしただけで、それ茶室と言われても困るんですよね。だから茶室って本当にそういう意味では考える建物なんです。だから歴史がなぜあの小さい暗い暗い空間、あの一度タイアンという理由の空間、茶室に入られたらいいと思いますけど、二次入口から入るとまず見えないんですよ。暗くて暗くて暗くて見えなくて、しばらくすると見えてくるんだ。で、なぜそんなことをしたのか、窓3つしかないんですから、なぜそういうことをしたのかとか、まあ、そういうことも含めて、その茶室っていうのは本当にその思想が、たくさんの思想がこう絡み合って、もちろん思想だけじゃなくて、その言葉で捉えた思想じゃなくて、感性っていうのか、そういう気持ちも含めた、そういうものがこう絡み合って作られていって、解きほぐすとそれはそれが面白いですけどね。メニュータルで茶室作る、あ、こんなことだ、糸口があったねって解きほぐすことはすごく面白いんだけども、じゃあそれで一つ一つ検証して、その糸口を一つ一つ検証して、じゃあ全く新しい茶室を作りましょうかっていうと、これは並大抵のことじゃありませんよ。とても大変なことだろうと思います。まあ、相模スカイの茶室がそれが、どれほどのものかということは別問題として、少なくとも自分はあそこで一つ一つその検証した。なぜこの、なぜどこから何を、伝統的なものから何をもらって、それを継承しよう、もう一つは何もらうけれども、変換し、変化、まあ、変えよう、トランスフォームしようと、もう一つは拒否しようと、もらえませんよということを一つ一つ、その空間のありようから、素材のありようから、素材一つ一つまで
全部、自分の中で考えたんですね。まあ、その中で例えば一番最初に捨てたものは、一つ、まあ、一番大きなものは土ですね。土壁を全部捨てて、それで何にしようかという時にコンクリートの打ちっぱなしにしたんですけど、それはコンクリートの打ちっぱなしにしたのはとても自分の中には一つの意味があって、非常に大きな意味がそこにあるんですけど、そういうふうなことで一つ一つこう組み上げていくということがとても大事なことかな、ね、何かのその話になるあ、そうか、その見せる、自分が見せるということにも関わっているという話なんですけど、そういう、まあ、展覧会そのもので見せられることは本当にわずかなことです。でも茶室はさらに大きな部分を含みますし、それはやっぱ考えなきゃいけないことがたくさんありますし、考える糸口がたくさんありますし、時々そういうものにこう関わっていくような茶碗だけじゃなくて、やっぱりこう茶碗がそこに存在して共に空間と共にあって、その空間にこうやってお茶を立てる人と共にやっぱやりたいという願いは、やっぱり茶碗を作る限りにおいてはやっぱりどうしても捨てられないものですから、そういうものがということでしょうかね。はい、ありがとうございました。あの茶の湯の伝統が長いからこそ、その土に対してその対抗するその先生の打ちっぱなしというのがこう生きているという、まあ、そういう、 こう伝統と革新みたいな話だったと思うんですけども、予定していた時間、残念ながらだいぶ過ぎてしまいました。谷野先生に非常にこうその、ご体験に基づいたいいお話を伺えたと思って、我々もすごく系統の考えにプラスになって勉強になったと思います。今日は2人先生お忙しいところありがとうございました。少しここから、休憩をしてましてですね、40分から、始めたいと思いますので、ちょっと休憩を。